おい、そろそろ腹が減ったぞ。食い意地は健在だな。今日は昼飯早かったしな、支度するよ。肉がいい。はいはい、今日は水の分も作るか。大久肉の味噌焼き丼。実は昨日のうちに大久肉を仕込んでおいたんだ。味噌だれに漬け込んで。前の大久肉もうまかったが、これは止まらん。聞けよ。ほら、水もどうぞ。今日は器じゃなくて中身のご飯を食べるんだ。そうそう、じゃ俺も。はっ、うん、やっぱり大奥肉はうまい。味噌だれもよく染み込んでる。はっ最高、キャベツと相性抜群だな。食べ応えはそのまま、でもくどくない味。おかわりだ。肉を多めにしてくれ。早っ、水もうまいか。水もおかわりね。いつの間にか俺も大国に全然抵抗なくなってるな。異世界飯にも慣れてきたってことか。スイが今日食べたものって飯以外だとさっきのペットボトルだけだよな。お、プラスがついてる。ん、そうだ、スイは初めての食事だし、せっかくだから前からチェックしててさ。食後のデザートにどら焼き。ほっとするな。前に食った菓子パンとやらに似ているな。皮もふわふわしていて、この黒い豆、こちらの方がさらに甘い。あんこって言うんだ。こないだのアンパンもあんこだよ。前はこしあんだったけど、このどら焼きは粒あん。食感が違ってまた面白いだろう。こしあん、もう一度食わねばわからんぞ。早く用意しろ。今度な、今度。そうだ、スイは甘いのも初めてだろ。どうだった？うまかったみたいだな。